お酒です。えー、大人ランドマーク9、神戸大会ですね。えー、まあ、あの、本当に、あの、一般受けをするのかどうかはちょっとわかんないんですけど、ものすごい、えー、結構、あの、関係者、格闘技関係者からするといいカード組んだなーっていう試合が多くてですね。まあ、その中でちょっと、あの、大会の、えー、 勝敗を分けたのはここだ、というような形の話を、えー、あげていきたいと思います。まあ、あの、やっていきたいのは、佐トシ、サシと僕の後輩の中村慶太郎の試合と、あとは、あの、久保優太選手と、えー、高橋良吾選手。この試合ね、本当にちょっと僕がすごく印象に残ってて、あと、まあ、あの、武田くんと、武田光二選手と、萩原くんもそうですし、ね、 他にも、えー、それ以外にも、あの、面白いのありましたね。あの、アーセン選手と柴田選手とか。あとは、えー、井上直樹と、えー、選手と佐藤昌光選手などもありも、あったんですけど、まあ、ちょっと、あの、しっかり解説やりたいなと思うのは中村啓太郎、聡志氏、そうだですね。まあ、本当にサトシっていうのはもう、あの、柔術でも、あの、に世界2位になって、 でも本当にあの、雷神でももうすごくフィニッシュをすごい、フィニッシュ力の高いところを見せ、見せてきた選手で、で、中村慶太郎っていうのはもう39ですけども、USC でももう、成績をすごい上げてますし、えー、まあ、雷神で、さらに戦国とかね、日本、日本世界のあの、メジャーイベントをずっとやってきてますし、えー グラップリングの大会でも世界のアブダビコンバットで4位になってるっていうね。まあ、組み合わせももうしっかり日本のトップの力があるっていう選手なんですけども、ま、あこれね、あのー、関係者の間だと、ケイタロウが打撃で、ケイタっていうのは打撃も上手でジャブがすごい良くて、ジャブと右フックが良くて、すごい、あの、打撃でも倒せる打撃を持ってて、で、まあ、組み合わせもできると。で、 一方、その、サトシっていうのはものすごい組み合わせは強いんだけど、で、打撃は、あの、そんなにすごい強いイメージって僕も持ってなかったですし、あんまり、その、打撃で、あの、どんどん、まあ、組み合わせがすごい,良いんでね、あの、打撃で押していくっていう展開があんまりあることなかった選手なので、まあ、あの、ケイタロウが打撃、あ、寝技を切れて、で、その中で打撃を当て、当てていく。で、 そこをこう引き込んだり、まあ、あの、組に行って、スクランブルとかで、あの、バックとかね、そういう三角とかで、サトシが勝つか、そういうような見方をしてたんですが、始まって、始まって、もうまず早々の段階で、まず、ファーストコンタクトで、あの、サトシが右のハイから入ったと思うんですよね、多分。<laughs> 右のハイバーンって入った時に、ちょっとケイタが、 反応遅れてて、あれ多分あれちょっと若干見えに、見えてなかったんじゃないかなっていうもう、なんかちょっと反応遅れて、しかもそれもちょっと効いたんじゃないのかなと思うような、こうバーンってこうちょっともらって、でもまあ、その後プレッシャーかけながら。で、サトシがすごく右のミドルとか右のハイが良くて、で、サトシがこうパンチ打つときにワンツーでこういつもこうやって右打つときにちょっとこう頭倒しながら右打つんですけど、 その右と、あの、右のミドルと右のハイが多分、同じモーションにこうやって見えたと思うんですよね。で、あとはもうミドルとハイが、ものすごいこう、バーンって結構強くて、で、ケータが多分右のハイとか、蹴りがね、すごい多分気になっちゃってたと思うんですよ。で、そこで、途中でちょっとこう、ワンツー、その後ミドルとかハイとかバーンってやったところで、多分、最初の段階はサトシが、 ハイから入ってミドルとかロードとかで蹴りが多くて、こういう蹴り方をしてたんで、多分その後にワンツーでサトシが入ってきて、それもちょっとこう、見づらそうにしてちょっともらったりとかしてて、その中でこう、同じようなフォームでハイが来た時にハイが当たって効いちゃったみたいな展開で、あの、結構こう、なんかサトシの打撃の幅がすごいあの、ま、でも、 あの解説のね、鈴木くんはすごい、サトシ打ち合いもできるんですよねって言ってたんで、あ、鈴木くんはそういうのに見えてたんだなと思って、僕はちょっとこう、サトシの打撃っていうのをしっかり、あの、見てなかったんで、あの、まだ、あ、ちょっとこう、打撃戦は、まあんまり、そこまで時々ワンツーとかで入ったりして、まあ当たったりはするけど、しっかり長い時間立って勝負できるタイプではなくて、こう、気を狙った感じでやるタイプだろうなと思ってたんですけど、そこで、 サトシの右ハイが入って、ケータが本当に、ちょっと今回の試合で言うと何もできずに負けてしまったっていうところで、まあすごいね、なんか、ああ、サトシ、あの、やっぱり、あの、組み技だけじゃなくてね、打撃も本当、あの、ちゃんと仕上げてきてるな、仕上げてきてるとか、ちゃんと高いレベルのものを持ってきてるんだなっていうのをちょっと思いましたね。なんか、やっぱりケータに対してああいうふうに打撃やれるケータ打撃で結構やれるんで、 あれは、本当、あ、サトシも、本当、あの、打撃もいけるんだなっていうね。なんか、あの、クレベルとか、あの、サトシの打撃を、あの、ワンとかに出てた、あの、内藤選手とかと会った時に、あれ、本当に打撃見づらいんですよ、と言ってたんで、まあ、結構前なんですけど。なんか、でもその二人とも、その打撃の強さを見せ、なかなか雷ンで見せれずにいたんで、なんか、 ちょっとそれをあの今日のシの打撃を見た時にあなんかあ打撃やっぱりしっかりやれるんだなっていうのをちょっとこう感じましたねなんか本当その単発のあの長い時間勝負できる打撃ではないなと思ってたんでちょっとあの多分啓太もそうですけど結構多くの格闘技関係者ライト級界隈の人たちは。 びっくりしたでい。まああのー、ライト級に関してはそういう感じで、うんまあ、勝敗を分けたのはもうやっぱ聡のミドルとハイとストレートのフォームが同じなんでそれが最初の頭の段階でハイをもらう、あのー、受けた時にちょっと啓太があの蹴りの意識強くなって今度パ右ストレート見づらいなと思い始めたらハイが来たっていう感じ。 だったかなと思いいます、はい、では次はですね、えー、久保優太選手と高橋亮吾選手ですね。まあ、久保優太選手、まあ、もちろん K1 のチャンピオンでものすごい打撃は上手なで、うちの木下と空手でともや,やったので、あのまあ僕らも一応研究っていうのはしてたんで、でまあ、高橋亮吾選手はあの1で活躍してて、まあ、カーフキックと、あと、 あの、すごい体が強いんでね。あとも、あの、結構こう、頭下げてフック、打つフックが結構見,見づらいんだろうなっていうところで、そういうので倒したりしてきた選手で。で、弟さんが、あの、グレコの日本代表だったりするんですけど、だけど、高橋選手時代はそんなに自分からタックル行く試合っていうのは僕はあんまり見たことがなくて、ま時々行っても、そんなにこう、あの、 打撃とタックルを混ぜて戦うっていうタイプではないんで、まあ、それにしても、もう、久保選手と戦うんだったら僕は組に行くだろうなと思ってたんですけど、1ラウンドね、なんか、あの、最初の方に、あの、高橋君が、左服、頭下げてやる左服で、ちょっと久保選手の腰を落として、で、1ラウンドの最後にタックル入って、テイクダウンして寝かしてって。 でやっぱり、久保選手を見たときに、あの、空手でやったときも、まあ、組み技はまだだな、っていう印象で、しっかり組めれば、そんなに、組めれば、テイクダウンできるな、みたいな。ただ、そこまで行く,く,くまでの打撃が、結構難しいぞ。だと、寝かされて、寝かされたら、やっぱり <laughs>、試合を見てても、<coughs> あのー、 やっぱり寝かされちゃうと、久保選手って立てないんだろうなってなんか、体の時もすごいしがみついてたし、あの、高橋良君の一ラウンドでもぐっとしがみついてて。いや、これ、寝かしたら問題ないんだろうな、と思ったんですけども、あの、二ラウンドぐらいから、あの、久保選手が、本当こう、立て直し始めて、それが、あの、前蹴りと、前蹴りというか、三日月蹴りと、あとは、 高橋くんがこう、組みに来たときに、こう、前手の使い方がね、前手の使い方が上手でも、こう、手立てながら、高橋くんがあんま低く入ってこないんで、こう、多分ね、高橋くんからすると、久保選手の三日月蹴りと、あとは、あと、あの、天下を、あと、ま、ロー三日月蹴り、天下をとか、多分、結構同じようなモーションで見えて、あとはちょっとこう、気抜くと左ストレート入ってきたりするんで、 で、頭下げづらかったんだろうなと思うんですよね。で、だから入るときもちょっと中途半端な感じになってると、久保選手が手の使い方すごい、右で立てるようにしながら、こう、うまく、高橋が来るときに頭とか首筋、首筋も取るような感じで、こう、パッと押さえて、で、持ったらすぐ天下を入れたりとかしてて、で途中から本当にこう、前蹴り、あ、三日月蹴りとかでも、本当にうまく、この、 ストレートのラインが、膝とか、膝、三日月、ストレート。このラインをま、正面にいると、多分、何が来るか分かりづらいくてで、でも、高橋涼君はあんまりステップをと取るタイプじゃないんで、結構どっしり構えちゃってたんで、ずっとこう、直線ラインで、あの、前蹴りと、膝とっていうところがいたんで、 すごいやりづらかったんだろうなっていうのをすごい感じましたね。で、まあ、本当にこう、あの、うちの空手とかがやった時、空手はちょっとこうステップ、軽くステップ踏んで、踏んでるタイプなんで、正面に立ってもちょっとずらしたりとかして、そこからタックル入って、テイクダウンとか取ってたんですけど、まあやっぱり、久保くんがそこの寝かされた時のしがみつかれたり、で、そのまま時間過ぎちゃったみたいな感じだったんですけど、やっぱそこからね、 多分タックル入られないっていう、入らせないっていうことに対して、久保選手、すごい、すごい上手に対応してきてるなってなんか、まあ僕もその相手が、あの、例えばうちの選手とかでストライカーの選手が、タックル来る選手とかとやるってなったら、まあ大体同じような組み立てを選手と話して大体やるんですけど、久保選手も、あ,あ、 立ち技だけやってたのに、立ち技から来たのに、もうやっぱりそこら辺に、そのタックルに対応するための唾液の組み立てっていうのは結構もうやっぱり、さすがにすぐ気づくんだなとと思ったし、やっぱこう、自分の体を触らせないっていうことに関しては、本当に上手だなと思って。ただ、ちょっと跳ねながらずらしてバーン飛び込んでくるタイプとかだとどうなのかなとは思うんですけど、やっぱりね、 あの、久保選手ね、僕思うのは、K1 とか立ち技から来た、立ち技から転向してきた選手の中で、多分、今一番フィットしてんじゃないのかなと思いますね。まあ、平本くんも、すごい、あの、テイクダウンに対するディフェンスは上手な、まあでも平本くんの方があれか、寝かされてから立つのは平本くんの方が、 全然上手いな。そこは全然上手いな。そうですね。体を触らせないっていうことに関しては多分久保選手が一番上手いですね。だ平本くんの方が寝かされた、寝かされてから立ち上がるのは上手だし、タックルを切るっていうところに対しては多分平本くんの方が上手いだろうな。ただら入らせないっていう組み立てが、久保選手は打撃の組み立てがさすがだなっていうのを思いましたね。なんか、 これから、あの、まあ、あの、雷神のフェザー級の選手たちとも、まあ、高橋くんを倒したんで、これからいろんな選手と、もっとね、上の選手たちとやることになるとは思うんですけど、結構雷神のフェザー級の選手は、ストライカータイプが多くて、で、あの、レスラータイプがフェザー級、武田くんぐらいですもんね。 フェザー級でレスラータイプは武田くんぐらいなんで、結構、あの打撃の上手さっていうのは、やっぱり、K1 でもそうですけど、本当にこう、リスクを極限まで減らしていく戦い方で、今日、今日も、打撃はあんまり連打に行かなかったし、なんかやっぱ連打で行くと、タックル張り合いやすいんで、やっぱ単発でポンポンってこう、やっぱ、あの、リスクをしょうわないっていうところと、あとはリスクをしょうわずに相手を、 攻撃をしづらくするっていうことに関しては、本当に久保選手は上手だなと思いましたね。はい。まあ本当、これから、あの、フェザー級の選手たち、誰と、上の方の選手たちとやるのは面白いですね。なんか打撃のストライカーが多いんで、そういうところで行ったら、ね、萩原選手とか、そこら辺でやっても面白いなと思いますけどね。斎藤豊選手とかね。まあ斎藤豊君とかね。 どうなんだろうな結構。斉藤豊くんも、まあ押し込めるか。斉藤豊くんには、斎藤豊くんにはあれだな。やっぱちょっとまだきついな。寝かされたら、久保選手まだちょっと何もできないので。でも、ストライカータイプの選手たちには、ちょっと僕は、久保選手、面白いなと思いましたね。あとは、もう、あの、ざっと流す感じでいくと、武田選手と萩原選手、武田選手、 やっぱりフェザー級に来ても相変わらずのバック取る動きとまあ,あそこで寝技に行かずにバックキープしながらコツコツ叩いて判定勝ちするっていうのはうんやっぱりあのやっぱフェザー級に来ても健在でこれからまああのフェザー級の選手たちは結構苦労するんじゃないのかなってああいうレスラータイプなかなかフェザー級にいないので苦労しそうだなっていうのとあとはえ井上直樹選手と佐藤翔子選手ね。 あのー、やっぱり直樹君が最初の方はもう距離取ってこう打撃でちょこちょこついてたんですけど途中から佐藤翔子君が結構前に出始めてやっぱ足こうやって使う選手に対してどん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 プレシー最初は翔子君も距離取ってたんだけどどん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 前に出て、あのー、プレッシャーかけたら少し展開が変わり始めたなっていうところで直樹君がタックルとかでテイクダウン取ってね上取って でやっぱりそこら辺はあの試合が試合の運びがさすがだだったなっていうところで面白い、えー、大事にランドマーク9でしたまあねあの本当にまだ4月も本当金原、えー、鈴木千尋とかありますので楽しみにしたいと思いますそれではこの辺で終わりだと思いますありがとうございました